ジョッ。さあ今日はですね、契約更改&FA 情報、はい、っていうところを行きたいと思いますけども、まあ今年はね、プロ野球、まあ、120試合、そして3分の1から 40% ぐらいは、無観客試合、そしてそれから、観客を入れても、50% だったりとか、少ない人数の中の集客で、シーズンが行われたっていうところでね、果たしてどうなるのかっていうね、契約更改でしたけども、まあいろいろまだ今始まって 30% ぐらいですかね。まあこれからもどんどんね、いろいろ見ながら喋っていきたいとは思いますけど、まあスタートしてみて率直に思ったことがですね、ありますけども、まず最初にですね、今年選手会がね、プロ野球の選手会が各12球団に向けて、あの一律でダウンっていうのはやめてくれっていうね、いうような、要望を出して、それを、まあ、球団がね、飲んだっていうかね、了解しましたよっていうような、話でしたけども、正直ですね、まあ、この話あんまり意味なかったですね。多分一律で12球団全員 10% ダウンからスタート、多分そういうのは最初からなんないですね。仮に一律 10% からダウンって言っても、困るな、うちは 13% ダウンからスタートしたいなっていうね、球団もあったかもしれないし、いやうちは 5% ぐらいからでもよかったのになっていうね、球団もあったかもわかんない。だからこんなの一律でね、ダウンしますって正直言わないですね。あのもし僕が社長だったら黙ってやりますね。あの黙ってとりあえず一律 5% ダウンからスタートの、あの査定をやっていって、上積みしようと。だからもしじゃあ3000万から1500万アップかなって言っても、じゃあ 10% ダウンからとか 5% ダウンからスタートしようって言ったら、 5% だったらね、150万ダウンだから2850万スタートで、じゃあ1500万アップかなって言ったら、じゃあアップ率は1350万やみたいなね、感じで勝手にやりますね。だって勝手にやっても分かんないですからね。あの僕も16年間ね、契約やってきましたけど、その 1% 2% とか、正直前の動画でも言ったと思うんですけど、正直どんぶり勘定だから、あのそんな細かい 1% 2% の違いとか、あの数字で出てこないし、あのポイントとかもね、人によったら1万ポイントであの 30% アップするけども、人によったら1万ポイントで 10% しかアップしないとかね、普通にあるんで、一つのね、くさびとしては意味あったかも分かんないですけども、正直中で何が行われるかはその人たちの気持ち一つなんで、ひょっとしたら一律ね、下げてからスタートされてるかもしれないっていうね。でしかも一律そんなの公言もしないし、言わなかったら分かんないっていうね、契約体系ね、こういったところもあるかなと、その話題がね出た時に正直思いましたけども、まあ、その中でね、まあ、契約がスタートしましたけども、まあ、最初ねドラゴンズでバタバタ感、ありましたけども、まあ、正直ね12球団ともにやっぱ今年はきついと思うんですよね。だからそこは、まあ、選手たちもあの理解を示さなきゃいけないところでもありますし、またねあの2004年の、 あの合併問題とか球団消滅問題っていうのがね、まあ、あって、まあ、それを経験したもう選手たちはほぼね、まあ、いないと思いますけど、福留とかそういったねレジェンドクラス、まあ、ベテランクラスはいると思いますけども、あんまりね16年も前ぐらいのことですから、正直今のねあのプロ野球選手たちの大半があの2004年の合併問題、1リーグ制球団消滅の問題っていうのをね肌感感じて体験したことない選手が多いと思いますけど、まあ、ああいう感じにねあのなったら一番怖いことだと思うので、まあ正直ね痛みを半分分け合って、そこを理解示してね、やっぱ球団があることによってのプロ野球ね、ファンがあることによってのプロ野球でもありますけど、球団があることによってのプロ野球なんで、いきなり消滅するってなったらね、もう16球団構想とか言ってる場合じゃなくね、10球団ぐらいに、まあ、あの2004年の時もありましたけどなってしまうっていうね、危険性もあるっていうことを考えたら、まあ、そこは理解を示してね進んでいかなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうにねあの思ってましたし、正直143試合の査定と120試合の査定、この23試合分がどういうふうなマイナスプラスの作用を示すかって正直誰も分かんないと思うんですよね。多分選手たちも分かんないし、多分僕が現役だったとしても分かんないと思うんですよね、この23試合の違いで。じゃあ普通だったら、じゃあ2000万アップ1000万アップしてたけども、23試合減ってるから800万ねみたいな感じになる可能性もありますけど、それがその200万の差がとかね、じゃあ 5% の差が23試合分って言われても正直分かんないから、そこの選手の戸惑いはあると思うんですよね。だからまあ120試合に減ってるっていうのは選手のみんなも
大方理解してるとは思うんですけど、だからって言ってどれぐらいの1年間やったことには変わりない、どれぐらいの査定の評価軸で喋るかって多分球団の人も正直分かってないかも分かんないですけど、選手側も非常に難しいと思うんですよね。だからそういったところで最初ねバタバタ感あのドラゴンズにねあったかと思いますけども、まあ、ようやくね、まあ、ことが進んで12球団とも行きましたけど、まあ、その結果を見てですね率直に思うことは、上がるやつは上がるね、やっぱり。今日の報道でもありましたけども、まあ、ここにあります日刊スポーツ、はい、ありますけども、あの大山5300万アップほぼ倍増して1億円到達っていうのも、ありますし、あの噂は15試合投げて8勝6敗、ね、10勝届かずっていうところでも、ここはあと23試合なかったからあったら10勝いけたかもねっていうところで、まあ、2500万アップだったりとかで、今日鈴木大地がね1億円アップっていう、1億円から1億円アップで2億円で、で複数年契約してて、いやどういう契約体系かわからないですけど、大地おめでとう、 FA してよかったね。だからこういうね FA してこの倍増してね、あのまま多分ロッテと同じ成績出してても倍増してたかなっていうところあるんで、まあ、第一本人にとったらね、まあ、ここからベストナインとかそういうタイトルあの表彰あるかも分かんない、ひょっとしたらね絡んでるかも分かんないですけども、第一にとったらね幸せだったなっていうねニュースも出てきましたけど、やっぱ上がるやつは上がる、でもね一つの問題は下がるやつがめっちゃ下がるあのもう下げられるやつは思い切って下げられてる。例年だと下がるなって言っても微減とか、まあちょっとぐらい下がったねっていう感じの契約結構多かったですけど、今年に関してはもう下がるやつは一気に下がるっていう。だから野上ね、あのまあ確かに何もしてないですけど、いきなり1億2000万ダウンとかね、あと内海ね、まあ今年も投げてね、まあ復活かっていうところでもね減額制限いっぱいのダウンだったりとか、秋吉ね1億円から5000万半分ダウンだったりとか、海田オリックス1950万もう一気にボーンって下がったりとか、年俸低くても北条なんかね、あの2200万から600万下がったり、高山もね600万下がったりっていう、その下がる人たちが半端なく下がるね。だからここら辺の、まあ、多分球団もね上げなきゃいけない選手を上げないってなると、まあ見栄えも悪いしまたごたごたするから、上げるやつはもうパンと上げようと、その代わりもうちょっとぐらい頑張ったぐらいだったら一気にドーンって下げようっていう、なんかそのメリハリがある契約体系が結構出てるなって思うから、ちょっとぐらい頑張ったぐらいだったらダウンだね。今年は結構頑張ったプラス、ちょっとぐらい頑張った維持がダウン、頑張れなかったドーンっていくっていうような、の感じの契約体系に見えるかな今年とかでもね。で、まあ、ロッテだとね安田、まあ、900万上がったりとか、藤原300万上がったりとか、まあちょっと頑張った量をね、まあ、あの足してるっていう、まあ、安田もねこれコロナじゃなかったらもうちょっとね上がってたんちゃう、143試合あったらもうちょっと上がってたんちゃうかなっていうところもね、あるかなっていうところもあるし、岩下なんかね7勝7敗で1000万上がったりとか、だから頑張った選手は上がるんですけど、年俸が低くても一気に下げられる。オリックス後藤ね700万ダウンとか、だからここら辺は結構如実に分かれたなっていうね、あの傾向あるんじゃないか。みんなだから皆さんね、まあここからまだ中盤以降ねあるかもわかんないし、まあ僕の聞いた情報によるとですね、まだごたごた揉めてて、まあ今はね年俸を先に伝えるっていうねルールになったんで、選手側は契約更改する前に年俸を知ってるんで、そこでまあ下交渉みたいなことが行われてね、ちょっとバタバタしてるっていう選手もちらほらいるよっていうような話も聞くんでね、あのそういったところがまあ今後どういう風になっていくのかっていうのはまあ勉強になるし、まあ一言なんでね、まあ僕自分の契約じゃないんで、まあそういう傾向あるかなと。上がる人はドーンって上がるけど、ちょっとぐらい頑張ったらダウン、頑張れなかったらもう思い切ってダウンみたいなね、あのメリハリがある契約になってきて、こういうのがね起こると今後これがスタンダードになってくるんですよね。だからもうひょっとしたらコロナ禍じゃなくても来年以降ももうちょっとぐらい頑張った、あとは頑張れなかったらその微減っていうのがないような気がするんですね。もう一気に落とされるっていうような時代にひょっとしたら流れていく可能性がある。だからあの契約更改の流れで言うと、僕ねあの落合さんがねドラゴンズの減額制限以上のダウンをドラゴンズあの時バンバンしたんですよね。でそれまでは暗黙のルールじゃないですけど、まあ減額制限以上のダウン幅ってそんなにプロ野球界なかったんですけど、あの落合さんがあの減額制限以上のダウンをバンバン出すことによって、他の11球団の人たちが、あ減額制限以上バンバンダウンさせてもいいんやって言って、あの流れから
一気に減額制限以上のダウン、だから1億円未満だと 25% かな、で1億円以上だと 40% っていう、その減額制限以上のダウン幅を超えてダウンになっていくっていうのは、落合さんが GM かなんかになった時から一気にプロ野球界になったなっていうね、だからバブルでドーン上がっていったんですけど、あそこでドーン落ちたなっていうようなね、その契約更改の変化は見てて起こったんで、この2020年のコロナ禍の中でのこの契約の年俸の公開の提示額 のダウンとアップがスタンダードに来年からなっていく可能性があるんで、これを機にね、だ今年のやつちょっとね、皆さんプロ野球ファンの皆さんね、この流れ自分でも考えながらどうなんだろうと思いながら客観的に見てたらね、多分面白いですよ。来年以降これがスタンダードになってくる可能性あるんで、ちょっとぐらい頑張っただけだとドーンって落とされるっていうようなね、流れになる恐れがある契約更改なんじゃないのかなと思いながらね、今見てますけど、であとはね、やっぱりね、 FA ですね。ちょっと里崎チャンネルでもね言っちゃったんですけども、横浜のねドラフトを見て梶谷ね FA しないんちゃうかっていうね、しましたね。